もう5時か。採血とバイタル準備しようか。え、もう8時？早っ。朝すごいな、時間経つの。先生、聞いてくださいよ。今年ね、私らの病棟、忘年会の余興を頼まれたんですけど、もうなんかダンスとか歌とかやってるから、もうやることないんですよね。いや、俺でよかったら、サックスと15年ぐらい習ってるけど。え、先生、サックスやってはるんですか？まあ、趣味で、え、すごい。習ってんのよ、サックス。え、じゃあちょっとソロとかでもいいですか、お願いして。いや、それやったら、農芸の山田先生、ピアノやってるよ。え、木村先生、ピアノやってはるんですか？一緒にできるんちゃうかな。あ、じゃあちょっと2人でお願いしていいですか？いや、それやったら皮膚科の田中先生もドラムやってるから。え、採血しますね。腕縛ります。はい。親指中に入れてグッと握ってください。あ、そこまで力入れなくていいですよ。少し力抜いて、あ、グーはしといてください。さっきさ、巡視行った時さ、詰め所の横のトイレのさ、電気、私が通ったタイミングでカチカチってやってる。え、怖っ。めっちゃ怖い。なんか、あ、ゾワッとした。怖いねんけど、マジで。私もさ、さっきそこの車椅子誰も座ってないやんか、勝手に動いた気すんねんけど。やば。やっぱ、お盆やからやな。お盆やな。帰ってきてはんねんな。帰ってきた春はお盆多いもん、それの。お盆やもんな。お盆や、お盆や、チャンネル登録ってした方がいいもんね。私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？